お家の中に なんでカビが生えるんですか？湿気、水分、これをコントロールする、これがまあそのカビをできるだけ発生させないようにする方法です。皆さんこんにちは、コラボハウスの岡本リオンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は温熱のプロ高垣さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。早速質問なんですけど、はい、なんかお家の中にカビが生えるってテレビで見たことがあるんですけど、うん、お家の中に なんでカビが生えるんですか？そうですね、そもそもカビがどんな時に生えるかっていう話からしましょうか、はい、カビって栄養と温度、適切な温度とあと湿気、あと酸素、この4つがあるとカビが生えるんですけど、はい、ただ酸素は、人間よりもずっと少ない量しか必要としないので、まあ、どこでもある、はい、どこでもあります。温度がだいたい0度から45度ぐらいまでの間でカビって繁殖できちゃうんで、まあ、その中でも特に20度前後らへんが一番増えます。なんか聞いたことあります。そう、はい、これも人間の生活してるところではできちゃう、はい、で栄養っていうとこれ結構何でも栄養にしちゃうんですよ。まあ、タンパク質なんですよ。だから、これもどうも防ぎようがないと。で、あと、水。この水が、まあ、湿気とか、まあ、ちょっと濡れてるとか、湿度が高いとか、これが大体相対湿度で 60% 以上になると、わーっと増える。これがそのカビが生える条件なんです。なので、温度、栄養、それから酸素。まあこれはちょっとどうしようもないところがあるんで、なんであとは湿気、水分、これをコントロールする。これでカビが生えるか生えないかっていうのが結構左右されます。じゃあ私たちができることはもうその水をできるだけなくす、水分をなくす。そうなんですよ。まあ夏なんてジメジメするじゃないですか。はい。だから夏ってカビ生えやすいでしょ。はい。だから湿気が一番の大敵なんです。で、家の中で湿気の原因っていうのはそんなに多くなくて、人の呼吸と、はい、あと調理と、はい、あとお風呂、はい、あとは結露、はい、この4つが、まあ、その水の供給源になるんですよ。呼吸は止めれない、無理、お風呂も調理も止めれないんですけど、はい、これらに関しては実はちゃんと換気をする、しっかり換気されていさえすればその湿気を外に逃がすことができるんですよ、はい。あとは結露ですね。結露をどうするかが住宅としてやれるとても大事だと思います。結露さえあと防げれば、はい、換気しとけばいいわけなんですけど、はい、じゃあ結露の原因って何かというと、暖かくて湿った空気が冷やされると空気がギュッと絞られて水が出てくる、まあ、これが結露なんです、はい、となった時に冷やされての部分、どこで冷やされるかというと窓です。そう、車でもよくある。あ、そう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 、曇っちゃいますね。はい。おしゃべりだと、おしゃべるから、すげえ。体温も上がって。そう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 。よくなります、私。でおしゃべりになるんですよね。はい、僕も大体自分の周りは曇るんですよ。はい。あれが、そのまさに暖かくて湿った空気が窓ガラスに当たって、冷やされて、結露してるってあれですね。で、じゃあ、住宅だと何があるかというと、窓の部分が一番冷えてしまうので、まあ、そこで、その、結露して、その水が窓の周りに溜まったり、びしゃびしゃになりすぎて、で、その濡れたままになって、で、そこでカビが入る。はい。ってことが、まあ、起きるんです。はい。これを防ぐためには、その、窓の断熱の性能を上げるっていう。なるほど。まあ、これが一番簡単な方法。はい、じゃあ、換気をしっかりすることと、断熱性能を高くすることが、カビを防ぐ予防になるんですね。そう、その通りなんですよ。これはその、壁とか床とか天井がちゃんと断熱されている家であれば窓を注意すれば結構どうにかなるっていう話なんです。でも古いお家の場合って、はい、壁床天井が断熱ちゃんとされてない場合っていうのがあるんですよ。その時どうなっちゃうかっていうと、断熱材が足りないと、はい、例えば外が0度で冬で、で部屋の中が20度ぐらいとか24度とかだったとして、で中に人もいるし調理もしてるから、はい、暖かくて湿った空気ありますよね、はい、それが断熱材が足りないお家の場合、外冷たいで壁の室内側の壁も温度が低
低くなっちゃってて、はい、でそこが冷え、そこで暖かくて湿った空気が冷やされて結露するってことが、壁に結露することが起きるんですよ。やばい、はい、壁に結露ってあんま見ないんですよね、はい、で危険なのが、ちょっと危ないのが、はい、あのウォークインクローゼットとか収納の奥、はい、あそこの奥ってこれ服とかいっぱいかけてるじゃないですか、はい、そしたら空気動かないんですよ、はいはい、で壁が冷えちゃってて、はい、で冷えるとどん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 冷やされるんですよ、空気動かないから、はいはいはい、でどん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 冷やされて結露が起きると。なるほど。ってなったら服の裏側とか収納の奥側って結露しやすいんですよ。だからかなんかクローゼットの中がカビってるとかもう聞いたことがある、うん、それはもうその現象、そう、その通りです。じゃあそれをどうやって防ぐか、はい、それどうやって防ぐかというと、もうこれはまず部屋の中の湿気を減らすという目的で換気をしっかりするがやっぱり出てきます、はい、で収納の部屋があったとして、そこからしっかり外に水蒸気を出すために換気扇つけてみるとか、はい、あとあの除湿剤を置いて、でそこで湿気をする、結構交換必要ですけどね、はい、っていう方法もありますし、洋服をぎゅうぎゅうに入れると、そう、空気、湿った空気が溜まっちゃうってことですね。そう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 。じゃあ隙間を開けるとか、できるだけっていう工夫をするとかっていうのがまず対策として手っ取り早くできることですね。で呼気と調理と給湯で、まあ、その湿気が部屋の中に供給されるんですけど、まあ、それを外に出すためにも、まあ、24時間換気がまあめちゃくちゃ重要なんですよ、はい、でその24時間換気をもう阻害しちゃうようなもの、妨げちゃうようなものとしてあるのが、排気口がほこりで詰まっちゃうやつ、はい、よく見る、よく見ますよね、はい、あれはもうちゃんと掃除を定期にしないといけないです。あとはこれお家によってはその24時間換気を切っちゃう人いるんですよ、うん、なんか寒いとか、なんかよくわかんない、いらないとかって、電気代もったいないとか、そうそうそ そうであれやっちゃうと湿気が外に逃げないので、それをあの必ずつけて、で排気口をちゃんと掃除する、はい、これで湿気はどうにか外に逃げてくれるようになるんですよ。なるほど。じゃあ24時間換気をしっかりすることと、うん、あと排気口の掃除をちゃんとすることが大事なんですね、うん、あ、そうです。あとはもうちょっとお金かけれたりとかするんであれば、断熱を強化してみたりが、直接的な解決の方法にはあるかもしれないですね。ただ断熱性能が高い場合でも部屋にカビが生えちゃうケースがあるんですよ。なんでですか？不思議ですよね。あのさっきも言ったように暖かく湿った空気が冷やされると結露しちゃうんですよ、はい、でその結露した水がずっと留まってると、まあ、カビが生えやすくなるってことなんですけど、コラボハウスじゃない会社さんで起きた話ではあるんですけど、はい、部屋の壁紙がカビちゃったと、うん、カビって困りますと、はい、連絡があって行ってみたんですよ、はい、で確かに収納の後ろの壁がカビちゃってたんですよ、はい、でも断熱はしっかりして、で換気もされてるんですよ、はい、で謎じゃないですか、はい、そのお部屋の方に話を聞くと、夏エアコンをガンガンに使って部屋キンキンに冷やしてたそうなんですよ、はい、で壁床天井冷たくなるじゃないですか、はい、キンキンに、はい、で寝るとき寒いの嫌じゃないですか、はい、窓開けて、はい、寝るそうなんです、エアコン切って。そしたら外の暖かくて湿った空気がブワーッと入ってきて、部屋中の壁床天井、冷えた壁床天井に当たって結露しちゃう。そうなんです。なるほど。でさらに結露したものが乾きゃいいんですよ、はい、だけど収納の裏は乾きにくいもんね。そうで、ずっと濡れちゃってて。なるほど。それが夏の間ずっと続いたせいで、カビが生えた。っていうこともあるんですよね。それは、じゃあもう、どう防げばいいんですか？これは、エアコンをキンキンになるまで使うなとか。めっちゃキンキンにしてたってことですよね、それは。そうなんですよ。だいぶ冷やしちゃったんですよね。それを やめるの、やめるか、はい、キンキンな状態からすぐに窓開けて外気入れる、みたいなことをやらない。一旦ちょっと温めてから窓開ける、そう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 、っていうことをすることが、まあ、できそうですね、まあ、ということで、まあ、冬の寒さが原因の結露からのカビを防ぐには、断熱の性を高めることや換気をしっかりすることが大事ですし、はい、夏に関してもそのエアコンの使い方を、まあ、間違っちゃうと結露しちゃってカビが生えちゃうこともあるので、はい、そのエアコンの使い方をしっかりと注意するってことがとても重要になります。はい。
でちょっとおまけで、はい、あのお風呂のカビ、はい、めっちゃ入るでしょ、はい、よくあるじゃないですか。よくあるあれをできるだけ防ぐ方法っていうのがあるので、ちょっとそのお話をしますね。ありがたい。あ、ちょっと便利です、ね。はい、結局カビって、はい、まあ、暖かくてである程度湿ってて、で栄養があって酸素があれば生えちゃうじゃないですか、はい、お風呂場はまあ揃ってるんですよ。もう大好物じゃないですか。そうなんですよ。だから増えちゃうんですけど、はい、その中でもどうにかギリギリ対策できるのが水です。水で、水とあとちょっと温度、うん、お風呂上がった後に、はい、あのまずお風呂全体の温度を下げるために、はい、冷水で壁床ジャーッと流すんですよ。はいはいはい、すると、まあ、壁床の温度がまず下がる、はい、でさらにジャーッと冷やすとお風呂の中ってもわもわとこう湿気すごいじゃないですか、はい、それを冷やすことで結露しちゃって、はいはい、水が減るんですよ、水分が、はい、でそれでまず水分を一旦、空気中の水分も減らすということができる、はい、さらに壁床天井をバーッと水かけて、まあ、びしゃびしゃなんで、はい、それをあのワイパーでシャーって取ると、はいはい、で取って拭く人もいるかもしれないですけど、ね、すごいですね。なんで、まあ、ワイパーで水を取って浴室乾燥機を動かす、これが、まあ、そのカビをできるだけあの発生させないようにする方法です。お風呂は冷水かけて、うん、ワイパーで水切る、そうそう、で換気扇を押す。あ、そうそうそう。で普通の部屋はちゃんと換気をして断熱性能を高くするってことですね、うん、そうです。じゃあもう私今日からできることあるんで、今日からできることはやってみます、はい、あ、ぜひやってみてください。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。これからもお家に関する様々な動画をアップしていきますので、チャンネル登録、コメント、通知をオンにしてお待ちください。